落ち穂拾いで有名なフランスの画家、はい、フランソワ・ミレー、なんかややこしくないですか、はい、フランスの画家フランソワってね、覚えやすいって言えば覚えやすい、ね、なるほどね、はい、うん、フランスのフランソワ・ミレー、はい、ミレーはですね、フランスの北西部ノルマンディ地方の格式ある農家の長男として生まれ育ちました。父親の後継ぎとして農業を続けるはずだったんですけども、はい、絵の才能を父親に認められ画家の道に進んだんですよ。あ、ちなみにね、このミレーのお父さんは、はい、農業の傍ら教会の合唱団の指揮者をしていたそうなんですよ。すごいですね。ね、だからミレーも素晴らしいんですけど、このお父さんもすごいんですよ。すごいですね。はい、合唱団の指揮者なんてそう簡単にできるもんじゃないですからね。音楽の才能があったんですね。はい、私もあのゴスペルを歌っていて思うんですけども、はい、指揮って大変なんですよ。大変です ね。まとめるっていうかね。はい、はい、さてミレーなんですけども、彼は自分の農家というそういう生い立ちから農業という過酷な労働に耐えながら暮らす農民の姿をよく知っていました、はい、それでミレーは貧しくても懸命に大地と共に生きる農民の姿にフォーカスを当てて、ありのままにその姿を描き上げたんですよ、はい、農家に生まれ育ったミレーだからこそ描けるそういう世界観だったんですね。フランソワ・ミレーの作品は落ち穂拾いだけじゃないんですよね、はい、その他にも有名な作品があります、はい、例えば種まく人とか、はい、晩鐘というそういう代表作があります。そうですね、はい、ひまわりという絵で知られる、日本人に有名な画家ゴッホは、はい、フランソワ・ミレーをとても尊敬していたそうなんですよ。でゴッホにとってミレーは特別な存在だったそうなんです。へゴッホはミレーのような絵を描きたくて描きたくて、もう真似て描きたいほどだったんですよ、はい、で、はい、フランソワ・ミレーの作品はゴッホにとって偉大なお手本だったわけなんですね、はい、ゴッホはミレーの作品からたくさんのインスピレーションをもらいました。ゴッホはミレーの種まく人という作品があるんですけども、はい、その作品を模写しまくりました。すごい、もう繰り返し描いたんですよ。で、世に出てるもの、私が知ってるだけでも7枚はあるんですよ。すごい、すごいんです。フランソワ・ミレーの種まく人という作品はミレーの父親の働く姿を思い出して描いた作品なんですね、はい、でミレーはカトリックの家で育ったものですから、はい、この種まく人という作品も新約聖書の種まく人の例えから描かれていると言われています、はい、どういう例えかと言いますと、種まく人というのはジーザスのことなんですよ、はい、で種はジーザスの教えです、うん、種がまかれる土地っていうのは私たちの心、人の心ですね、はい、つまりジーザスの教えをしっかりと吸収できる人は豊かな実を結ぶことができますよっていうバイブルの教えがミレーの種まく人の絵の中に描かれていると言われているわけなんですね、はい、ゴスペルの歌詞やバイブルにはとても励ましになる言葉や元気の出る言葉がたくさん散りばめられています。それを見つけ出して自分の毎日の生活を生かしていくのなら、その人の人生は豊かになりますよね、はい、愛、希望、平和、その他たくさんのポジティブな意味や言葉がゴスペルの中には込められています。ゴッホはミレーのような絵を描きたくて何回も種まく人を描き続けたんです、はい、私もゴスペルの持つ愛や希望、平和の心でいたいと思うので、これからもゴスペルを何回ももう歌い続けていきたいなと思いました。